今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お名前と年齢を教えてください。はい、林愛理、22歳です。わかりました、はい、現在の職業を教えてください。今、大学4年生で渋谷の國學院大學というところに通ってます。ありがとうございます。基本的な性格を教えてください。前向きですね、すごく。いろんなことに積極的にチャレンジするような人間です。なんか嫌なことがあった時ってどうされるんですかね。人間関係とかだと結構はっきり言っちゃいますね。モヤモヤしてるのが嫌なんで、自分でなんか物事がうまくいかなかったりとかっていう時とかも、結構一人で抱え込むよりは人に相談して整理して解決するとか、まあ、あとはひたすらお風呂に入る。わかりました、ありがとうございます。長所を教えてください。前向きなところはすごく長所だと思うし、根がすごいクソ真面目なので自分を信じられるとか。自分をあんま信じられない人とかって多分いると思うんですけど、林さんは、はい、どのように自分を信じれるようになったんですか。まだ21、2年しか来てないとはいえ、まあ、人生のグラフにしたらやっぱり下がり時ってあるじゃないですか、はい、そういう時に自分は毎回やっぱり悩んでもちゃんとやれることをやってきたって思うんです。その挫折した時の自分の姿とかやってきたことを思い出して、毎回辛い時もあの時こうだったから大丈夫だなみたいに思えるので、そういったところで自分を信じられるかなと思います。わかりました、ありがとうございます。逆に短所を教えてください。飽き性ですね、すごく。いろんなことに手は出すんですよ、やってみたいなんですけど続かないですね。習い事とかも続いたことないし好きなものとかマイブームとかも本当すぐ終わりますね。わかりました、ありがとうございます。じゃあ趣味を教えてください。旅行ですね。海外旅行めちゃくちゃ好きで年に4回とか行きます。今まで行った中で一番良かったところありますか。ヨーロッパのマルタ島っていう島があるんですけど、地中海に浮いてイタリアの南の島で、もう超絶リゾート地で地中海がめちゃくちゃ綺麗でご飯も美味しくて最高でした。わかりました、はい、ありがとうございます。異性の好きなタイプを教えてください。好きなタイプは笑いのツボが合う人と、やっぱり価値観が合う。彼氏に求める価値観とかってありますか。自分ファーストじゃない人かな。私が結構自分みたいな人なので、彼氏ももしそうだとぶつかっちゃうんですよね。人のことをすごい考えられる思いやりがある人。わかりました、うん、なんか異性にされて嬉しいことってありますか。レディーファーストをさりげなくできる人は素敵ですよね。じゃあ逆に苦手なタイプを教えてください。苦手なタイプは我が強い男の人は苦手かなと思います。結構イケメンに多いですよね。異性にこれされたら嫌だっていうことを教えてください。無責任な人は嫌いなので、約束を守らない人とか予定忘れてたとか、なんかあんまりなんか自分との予定楽しみにしてなかったのかなとか思っちゃいますね。わかりました、うん、ありがとうございます。じゃ現在彼氏はいらっしゃいますか。彼氏います。付き合ってどのぐらい付き合われてるんですか。付き合って、来月で1年とかで。わかりました、はい、ありがとうございます。好きな場所を教えてください。好きな場所は都内だとブックカフェとか、本を読みながらお茶をするっていうのが好きなので、代官山の蔦屋書店とかめちゃくちゃ好きです。なんか最近読んだ本でおすすめの本ありますか。旅行雑誌ばっか見てます。そうなんです。わかりました、ありがとうございます。最近泣いたことがあれば教えてください、飛行機の中で映画を見て泣きました。50回目のファーストキス、あれ見て泣きました。わかりました、はい、ありがとうございます。最近のマイブームを教えてください。お風呂が好きで最近は結構そのスパとか行きますね。最低でも最近は月1では行くので月2とかか。わかりました、ありがとうございます。幼少期の頃の夢を教えてください。でもずっと先生になりたかったんですよね。で英語が好きだったので、はい、英語の先生に、高校とか中学の先生になりたかったです。わかりました。逆に現在の夢を教えてください。就活も終わって自分のキャリアっていうところを考えた時に、社会でちゃんと男性と同じように活躍できるような女性になりたいなと漠然とは思ってます。
男性と同じように活躍できるように意識してることとか、うん、なんか自分でこれからやっていこうとか思うことってありますか？なんか女性だからっていうとこで、女の子はまあ別にいいよみたいな、こういうとこはいいよみたいな言われるところ、まあ、結構まだあるじゃないですか。自分からその男の人に対してもこう女性を出すというよりかは、もう人として平等に接するみたいなところはすごく意識してます。わかりました、ありがとうございます。大切にしている言葉があれば教えてください。まあ、英語だと Do your best とか、まあ、最善を尽くすというか、実力を出し切るって難しいと思うんですけど、その時できる精一杯のこと、まあ、いくら忙しくても一個一個のこと、まあ、家のことでもそうだし、友達関係もそうだけど、疲れてても気を使えるところはちょっと使っていくっていうところをしっかりしていきたいなって思ってますね。なんか大切にしようと思ったきっかけとかってあるんですか？本当は面倒くさがりなんで、はい、だからだと思います。気使ってないとすごいことになっちゃうと思うんで、うん、分かりました、ありがとうございます。うん、告白された回数を教えてください。3回とかじゃないですか。酔った勢いとかあるじゃないですか。おそういうのとか。ありがとうございます。人生で一番嬉しかったことを教えてください。ちっちゃいことでもすぐ喜ぶ人間なんで、いっぱいあるんですけど、ハッピーなことは、はい、大学のミスコンとかに2年前ぐらいに出てから結構自分の人生がガラッと変わったので、すごいなんか出てよかったなって思います。ミスコンに出られたきっかけとかってあるんですか？なんか大学つまんないなって思って、はい、刺激が欲しいというかって思って、自分磨きのためとか、まあ、思い出作りで出た。ミスコン出て良かったこと、うん、具体的にあれば教えてください。そうですね、多分ミスコン出てなかったらこういう機会もないと思うので、こういう風に声かけてもらえるようなこともないと思うし、その人間関係とかもすごい視野が広がったっていうか、そういう写真撮られたりとか、そういうメディアに出るとかっていうことに対して肯定的になれたっていうか、前まではすごいそういうこと苦手だったんですけど、そういうこと好きになったし、そういう仕事のなんか奥の深さというかっていうのを感じるようになって、偏見っていうか、最初はチャラチャラしたような世界だなとか思ってたんですけど、意外と泥臭いし、なんかすごいいい人たちばっかだなって思って、人の温かみとかもすごい知ったんですよ、ミスコンで。そうです、そういう面ですごく出てよかったと思う。わかりました、ありがとうございます。今一番会いたい人を教えてください。すごいテラハ好きで今なんかテラハの一番最新バージョンに出てた香里さんっていう、はい、あのイラストレーターがいるんですよ。 その女性にすごい会いたいです。会って話してみたいこととかありますか？その方すごく経歴が特殊なんですよ、はい、なんか普通の会社員やってたんだけど、イラストレーターになりたい気持ち諦められなくて、でも自分でフリーランスとしてやってて、みたいなモデルとかもやりながら本業はイラストレーター。すごい素敵な女性なので、大事にしてることとか人生のこととか、ファンなのでもうただの。わかりました、はい、ありがとうございます。現在されている活動を教えてください。はい、今している活動、まあ、主な活動は、まあ、大学にも通いながらもキャンパスラボっていう各大学のミスキャンパスが集まってるプロジェクトチームがあるんですけど、そこで、結構商品開発やったりとか、女の子向けの商品開発やったりとか、社会課題に対して女子大生、若い人たちがなんかどういう視点を持ったらいいのかなとかっていう啓発をしてる、まあ、チームがあって、そこで広告 PR っていうのをやってます。女子大生に対してこう自分たちのキャリアの考え方とか、まあ、女性として生きるとかってなんだろうみたいなこともイベントとかたまにやったりとか、まあ、就活だったら今最近だと就活セミナーとか開催したりとかっていうのを、他の大学のメスキャの子たちと協力して、その活動が結構今主にやってて、あとは、まあ、サロンもやったりとか、ポートレートモデル自分でやったりとかしてます。チームに入ろうと思ったきっかけとかってあるんですか？ちょうどミスコン終わってから声かけていただいたっていうのもあるんですけど、まあ、そのキャンパスラボもともと知ってて、活動とか見てて、単純にまあなんかすごいいろんなとこ旅行行ってて楽しそうだなとか最初はそういう理由で興味持ったんですけど、
こう実際見学とか行くと本当にキラキラしてて、先輩たちがなんか本当に可愛いだけじゃなくて、なんかちゃんと自分持ってる人たちだし、女性としてキャリアを積んでいくっていうことに対して大学生のうちからしっかり考えてる先輩たち見てかっこいいって思って入ったって感じで。わかりました、はい、そのチームに入って良かったことを教えてください。そうですね、結構プレゼントが多いんですよ、とかあとの社会人の方とお仕事することが多いので、そういう社会人マナーとかはすごいついて、今のうちからそういう経験積めるって本当来年からすごい自信になるなって思ったので、入ってよかったなってめっちゃ思います。逆に入ってみて難しいなと思う点とか、大変だなと思う点があれば教えてください。そうですね、やっぱりその社会人マナーの部分はやっぱ知らないことだらけじゃないですか。やっぱ一個一個失敗して学んでいかなきゃいけないっていうのは本当にあるなっていうのと、チームなのでやっぱりその人をまとめる力とか、今4年なので一番上でここ PR っていう立場でもあるので、宣伝するっていうこととか広報の仕事とかもよく、正直よく分かってないんですけど、まあ本当に自分で学んでいかなきゃいけないなってすごく思いますし、立場に対してのプレッシャーとかもあります。ありがとうございます。インスタグラムの投稿で意識していることがあれば教えてください、まあ、なんか写真っていうよりかは投稿文とか、結構ラボのことが多いんですけど、ラボのことでなんかどう感じてるかとか、最近の近況報告とかっていうのを載せたりとか、まあ、あとは旅行すごい好きなんで旅行の写真は結構載せるようにしたりとか、頻度はそうですね、でもあんまりやっぱ投稿の期間が空かないようにしてますね。たまにインスタでストーリーで質問とかやって、フォロワーさんと距離を縮めたりとかっていうのはしてます。自分の写真が多くなっちゃうっていうのがやっぱりある、サロンとかやってるとあるんですけど、まあちゃんと友達との投稿も載せるし、でも最近やっぱり私景色とかだけボンって載せるって最近やってないなって思って、なんか私のインスタをパッて見た時に、自分の顔ばっかなみたいな思われるかなって思って、それちょっと最近課題だなって思ってて、やっぱり写真の見せ方、加工とかかな、大事なんだなって最近学んでるので、そこら辺ちょっと今改善したいなと思ってます。わかりました、はい、ありがとうございます。最後に一言何かあればよろしくお願いします。はい、インスタグラム、ツイッターともに、やってるんで、まあ、インスタが主に活動してるので、ラボの活動だったりとか、まあ、これから社会人になるにあたって、こう都市大の OL としてのなんかこう日々の投稿だったりとかっていうのも、まあ、ぼちぼちやっていくのでフォローお願いします。今日はお忙しい中ありがとうございました。はい、ありがとうございました。